これはデモ音声です。写真拡大、予測不可能なあの男が本格始動へ向け着々と構想を練っている。これはデモ音声です。日本ハムの次期監督に決まっている新庄剛志氏49が30日自身のツイッターを更新。株式会社 AI によるデモ音声です。前日の監督就任発表からインスタグラムや TikTok などの SNS を駆使して野球への熱い思いや監督業への意気込みを積極的に投稿しているが、この日ぶち上げたのは前代未聞の仰天プランだった。これはデモ音声です。たまにはファンが選ぶスタメン試合を検討しています。その時はよろしくお願いします。これはデモ音声です。午後0時半に投稿された衝撃の内容。これはデモ音声です。シーズン前に行うキャンプなどでの練習試合なのか、公式戦のスタメンなのか、詳しい説明はないものの、すぐにファンからのコメントが殺到した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。面白すぎる。ファイターズぶっちぎり面白くなる。株式会社 AI によるデモ音声です。ファンが参加できる。興奮や一番センター新庄剛志でなど、早速スタメン案募集についての返信が続々と投稿された。株式会社 AI が提供するデモ音声です。もっとも可能性がないとは言い切れない。これはデモ音声です。選手時代に見せた被り物やゴンドラでの登場など常識破りのパフォーマンスはファンファーストの精神があってこそ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ファン参加型の新庄監督劇場はすでに始まった。